褒美です。何のご褒美？検査のご褒美。半分こします。はい。塩炒めです。いただきます。どう？いつもの味だ。いつもっていうほど唐揚げ作ったことあるっけ？うん、2回目ぐらい。ありがとね。うん。これはガッカって、まあ、やったからね。やったからよ。ツナン、え、そう、その4メートルってさ、こういう意味じゃないの？こういう壁に道路のやつ寄せちゃったけど4メートルぐらい。いや、そんな、それはさ、頑張ればさ、越せるやんけ。しんしんと積もって4メートルじゃない？やばくない？したらって、寄せたらもうえぐいことなってんじゃん、マジで。あ、縁結び神社へは混み合いますので左折でお願いします。左折？あ、右に行くと混んでる。あ、なんで行かせてるのかな、こっちの人に。な、ね、謎じゃねえ。だってな、なんか面白いこと言って。
じゃあウクライナとロシアが喧嘩してる理由を教えてあげようか。まずロシアっていうのは広いでしょ。広いとさ、やっぱさ、あのさ、家がやっぱ広いとさ、防犯上の発信します。まとめは？まとめだから他人事ではないってことだから、ニュースにちゃんとあのアンテナを伸ばしといてねってことよ。いろんなアンテナ伸ばして、いろんな情報キャッチして、やっぱ情報が、なんだろう、感性豊かな人間になってほしいっていうだけの願いがあるね。誰に向かって言ってんの？感性は豊かだよ。世間知らず困ってるよ。感受性が豊かで、いろんな物事を受け止めてしまう癖がある。情緒がジェットコースターみたいな。どのとも情緒よく言ってるもんね最近。うん、口癖のように。口癖やっとだね。やっとよマジで。レッツゴー。買うんだったらお金いるんじゃない？手振りでちゃんと。あ、お財布持ってきたね。滑るね。滑る。よかった、雪用の靴に着て。フランクフルト2本500円だって。買おう。こんにゃく2本300円。カフカなんだこれ。あ、すごっ。ロウが入って溶けてんだこれも。待って。どうやったらこのさ、これはすごいわ。来てよかった。すげえ。連れてきてもらってよかっただわ。わざわざな。わざわざ仕事終わりに。見る見る。不思議な世界。鎌倉なんちゃって、あ、なんかあるよ、下に。あっち行く。走る。ここ10秒限定売り切れまでだって。あ、売り切れたんか。Thank you.
クリームラテでございます。ありがとうございます。お待ちください。ありがとうございます。ピスタチオクリームラテです。美味しそう。